はい、どうも、稲本です。昨日か、ダークソウル2、スカラーオブザーファーストシーンを購入しました。で、開封動画ですね、いつものようにアップしたいと思います。これ、発売したのが、4月なんですけど、もう今7月ですね。はい。今更開封動画がっていう感じですけど、初回版がね、普通に売ってたんで、まあ初回版売ってて初回版開けるなら開封動画撮ろうかなということで、今からこれを開けます。ちょっと外観。まあ、結構ね、箱デカめですね。絶望をくべよ。ということで。はい。まあいろいろ、なんかね、初回版の特典だと、なんだろうな。ザ・コンプリート・ガイド・プロローグ。ダークソウル2のプレイテクニックと各種データ、序盤ステージの攻略情報を網羅したガイドブックが入ってるそうです。いる？この時代に。もう、ネット開けば、いくらでも攻略サイトがあるのにっていう時代ですけどね。書き下ろしの地図と、ゲーム内のすべての BGM を収録した2枚組オリジナルサウンドトラック。書き下ろしの地図があるんだ。へえ、いいですね。なるほど。まあね、厚みはね、結構厚いんですよ。こんな感じですね。まあ、こう見せた方がいいか。こんな感じで。はい。結構でかいでしょう。ソフトと、サウンドトラックと、なんだ？ガイドブックが入ってるんでしょうね。で、これ今、ちょっと今から開けます。はい。ではね、こうやってね、こうしてね、はい、こうしてね、こうして、よいしょ、ビニールはね、完全にこう、密閉されてますね。シュリンクされてますね。よっ、よし、よいしょーい。ふう、ということでですね、まあ、こんな感じです。ささっ。まあ、ブラッドボーンの時と同じように、このペラペラの紙がくっついてますね。ペラペラの。これが、はい。これがついてました。よし。まあ、これをね、はぐって、はい。で、まあ、これを出しましょう。てってりーん。カラコン。よし。まあこんな感じですね。はい、ソフトと、なんだ？こんなとこですかね。ガイドブック。ソフト。それから、これは、スペシャルマップ&オリジナルサウンドトラックですね。が入ってるっていうような感じです。ちょっとガイドブックちょっと見ていきましょうか。まあこんな感じですね、ガイドブック。うんちくがちょっといろいろあって。なんかまあ、こういう、ほんとガイドブックがほんとくっついてます。この初回版と、やっぱり通常版の違いは、これはもうあまりにも差がありすぎるかなって感じですね。値段そんな変わんなかったと思うんだけどな。ちなみにこれ4900円ぐらいで買ったんですけど、普通に通常版も4880円でしたね。よし。ありがとう、某電気店。まあ、行ったらあったんでね。わあ、いっぱいマップとかも載ってますね。まあ、あんま見ることないかもしれないですけどね。はい。一応、ガイドブックに沿ってやっていこうかな。こっちのマップの方からちょっと上げてみましょうか。はい。これもね、なんか完全にシュリンクされちゃってるんで、これも。ビリビリ破いていきます、ビニールを。よし、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 取りました。えいしょ。で、まあ、開けましょう。まあ、こんな感じですね。なんだ？ちょっと手ぶれすいませんね。手に持っちゃってるんで、三脚もあるんですけどね。
あえて使わなくていいかなと。いつもの通りです。地図があるな。これはちょっと待ってよ。結構でかいですね。なんかこんなのが入ってます。はい、そして地図ですね。もう雰囲気だけのものですね。もう地図という地図じゃないです。全体マップ、大体全体マップがまあここにこれがあるよみたいなのがちょっと大まかに分かるぐらいで、これを活用することはないでしょうね。はい、はい、でまああとはサウンドトラックがこう入ってるってことで、何曲ぐらい入ってるのかな。まあ、結構入ってますね。結構入ってる。桜庭元井、北村由加とのこと。案外入ってる。いろいろ2枚組ですね。2枚組。はい。まあこれは以上です。はい。ではソフトの方ですね、開封していきます。なんか PS3 版は2月に出てたみたいですね。でプレイステーション4版が4月か、2ヶ月。なんでプレイステーション4の方先に出さなかったんだろうとふと思ったんですけど、まあまあいいか、時間かかったんですかね。はい。お、これはこうやってピリッと開けるタイプですね。ピリッと、はい、開けていきます。やーやーいいんしょい。はい、ということでさあ開けてみましょう。テテテテテリテテテテリテテテリテテリテリンテリンとよ。はいはい。わっわー、薄っぺらい紙が、ペラペラの紙が入ってるだけでしたね。はい。15日間無料体験のプレイステーションプラスのですね、無料体験がついてますね。はい。あと、なんだっけ？なんだこれ？ディッディリ。なんか注意書きみたいなのが書いてありますね。解説書について。本ソフトの解説書は、ウェブで確認することができます。ということで、はい。残念ながら、もう、説明はね、このペラッペラの紙だけです。ペラッペラの、ペラッペラの紙だけですね。説明書ありません。ガイドブックあるけど、説明書ありません。残念ながら、あとブラッドボーンの広告しかありません。はい、やというわけです。これ通常版は多分ね、通常版は本当にこれだけですね。このこっち側の特典のものが何もなく、多分これだけだと思います。じゃん。これがもうそっくりそのままでしょうね。はい。まあ、そんなこんなで開封動画でした。はい、これをね、今からプレイしていきます。